une de っていう限定詞について話したいと思います。それでは早速始めましょう。そういう限定詞は物事や人のカテゴリーを規定するの限定詞です。で、明示せずに一般性を表現する限定詞です。前のビデオなんですけれども、le la et l'apostrophe le を練習したんですけれども、un, une, des の場合は話していることはまだ分かってないです。例えば、un chat を言ったら誰の猫か分からないです。その猫以外に他の猫多分たくさんいるから、un chat は猫について一般性をしていますね。で、un は動詞名詞と使いますね。だから例えば、un chat、un chien、un tracteur、un humain。で、une は助詞名詞と使います。例えば、une fenêtre、une chanson、une table、une télé。では、その複数形のバージョンです。例えば、des chaises、des tables、des télé、des maisons、des chats、des chiens。っていうふうに使います。みんながその違いを分かるように最後に言いたいことがあります。例えば、le chat de la voisine を言ったら、やっぱりその猫は隣の人の猫ですから、le っていうディターミナーディフィニーを使いますね。で、un chat se promène dans la rue を言ったら、やっぱり誰の猫か分かっていないんですから、un っていうディターミナーインディフィニーを使います。じゃあ、練習の時間です。pain は、un、une、でをどれ使った方がいいですか？ヒントは、pain は男性名詞です。だから、ぜひぜひコメントの中で答えを書いてください。で、僕は添削します。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、あ、ありがとう。